し。うまいんかしらこれ。11品目。こんなものが冷蔵庫にあったんで、いただきます。あ、すごい、さつまいもが入ってる。いただきます。うん、甘い。うん、これ今日ウォンツで買いました。90円が 20% オフになってました。ウォンツじゃないわ、マックスバリューで買ったんじゃ。髪の毛がついてる。トップバリューのカルパスピリ辛、これも1本食べたんですけど、70何円だったかな、 20% オフでね。うまい、これもうまい。うん、サブチャンネルのね、男一人車中飯の動画の方でいつもね、野菜が不足してませんかってコメントいただくんですよ。うん、なかなかね、昼のお弁当、昼ご飯でね、野菜がっつり取るっていうのがね、ちょっと難しくて、で夜はしっかり野菜取ってますから、ご心配ありがとうございます。うん、夜ご飯で今日しっかり野菜取っとるし、でこうやってまたね、冷蔵庫にあったこういったものを食べてるんで、うんうん、朝昼晩きっちり野菜取ろうと思ったら大変よね、なかなか大変。うん、結構量がありますよ。これちっちゃく見えてるの、結構量がある。これ食ったらもう歯磨いてみます。息子はそこで今ポケモンしてますけどね。明日が休みなんで。
お茶、お茶飲んだ方がうまいね、やっぱり。ウイスキーで割ると、あの緑茶杯とかがなんかありますよね。あんな感じなんかね。これは、これはまた明日食べます。はい。今日はもう食べれん。もうやめとく。ごちそうさまでした。